愛が世界を救う絶対いつか出会えるはずなの沈む夕日に寂しく一人ほぐし握りしめる私週休2日しかもフレックス相手はどこにでもいるんだから今夜飲み会期待している友達の友達に目立つにはどうしたらいいの一番の悩み性格良ければいいそんな嘘だと思いませんか幸せの予感きっと誰かを感じてるロマンスの神様この人でしょうか